こんにちは、山下エギングマイスターの川上です。今回ご紹介するのはシャローウォーターのキャスティングスタイルのエギング。浅場をいかにエギのタイプを選んでかつ効率よく活性の高いイカを狙っていきます。よろしくお願いします。このシャローウォーターのキャスティングのエギングで僕がよく頻繁にやっぱり投げるカラーって実はこのアピール系なんですね。オレンジとかピンク、あとライトグリーン、タイガーカラーとか。通常のエギのカラーで考えれば潮の色に、海の色になじませたり光量に合わせてなじませたりとかするんですけど、このシャローウォーターのエギングはやっぱり追ってくるイカがすごく見やすいんですね。なのでポイントについて最初は割と明るい色使います。自分のエギがどこにあるか、ついてきたエギが、ついてきたエギを投げてついてきたイカが見やすいんです。特にこのシャローウォーターではこの明るいカラー、アピールカラーにアドバンテージがあります。例えば追ってきて抱かなかった、もしくは何も追ってこなかった、その時に初めてエギのタイプ、カラーもそうですし、そのカラーローテーションのタイミングであるんですよね。ポイントについてまず一番最初に入れたエギがエギをライブサーチ、音によるアピールで遠くからイカをこう呼ぶ力があります。なので広範囲に散っているアオリイカ、特にシャローウォーターのエギングってイカがこう一箇所に固まっているというよりは広範囲に散っていることが多いんですね。なので遠くまでキャストして広いエリアからイカを連れてくる、ついてきて乗らないとき、もしくは反応がないときに改めてライブしてK、あれで行けばKとか、そういうふうにエギをローテーションしていきます。で今水深が3メートルから深くて5メートルぐらい、本当にシャローウォーターですね。で風がなければいいんですけど、基本的にキャスティングのエギングは向かい風ではなくて背中から風を受けて釣りをします。そうするとボートが進んでいって次のポイント、次のポイント、ボートが通過してない、誰もタッチしてないのポイントに船が入っていきます。流しながらつって、もし向かい風、風を受けた状態でいると船が通過した後のポイントを打ってることになるんですね。で特に水深の浅いシャローエリア、太陽が出てれば船の影が海底まで映ります。大きなボートの影がこれから自分が営業を投げるように入っていくと、やっぱりイカってストレスあるとあまりこう手を使わなくなってくる。この船の影も意識するともっと超過伸びていきます。風を背から受けて広範囲にキャストしていく。キャストした時にボトムについた糸がたるむまで待つってことはあんまりしません。水深計で魚探でおおよその水深把握してるんで、エギのパッケージに書いてある1メートル沈むのに何秒かかるか、このライブサーチだったら約3秒から4秒で1メートル沈ませるのにそのぐらいカウントしてかける水深、大体12秒とかそのぐらいカウントしてジャークを始めます。このシャローウォーターのエギングは着点をしっかり取るよりも投げる回数を上げていく、で根がかりをさせないようにきちんとボートの下までエギを引き切る、そのリーディングするってのが大事ですね。水深が浅いんであまり強くしゃくってるとどん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 エギが上ずってこう水面近くになっていくんですね。なので OK 来たよ早いんですよ正解が。このいればすぐにエギにアタックしてくるっていうのもこのシャローウォーターのエギングの特徴ですね。ネットを使わなくていいサイズならゆっくり、大体竿の長さにもよりますけどイカを上げて自分がしっかりエギをつかめる長さ、リーダーを取っておいてゆっくりですよ急に上げないです。そーっと上げてエギを優しくつかんであげる。この時にグッと船がアップダウンしたり自分が腕を振ったりしてイカのこの部分にテンションをかけると墨を含んでゆっくりエギをつかんであげる。
っぱりキーはその着底をあまり意識せずにしっかりと投げて一投を足元まで引き切ること、きれいに引き切ることですね。特にシャローウォーターなんでどこで岩が立ち上がったり、そのウィードパッチがあったりとかするんで、エギがこう引っかかりやすい条件なんですよね。きちんとこの自分が今使っているタイプのエギが1メーターで何秒かかるか、沈むのに何秒かかるか、そこをしっかり把握しておいて、きれいに中層を引き切る。浅くその水深が浅い場所、シャローエリアに入っているイカって割とやる気が高いんで、お高いんで、しっかりあのボトムをいちいち取らなくても、きれいに引ければアタックしてくれます。で今ライブサーチを上げて取って、もしか釣れなかった、その時にエギを変えていきます。どんどんで次に上げたいのがエギをライブ、これもアピールからです。でこのシャローウォーターの特徴ってやっぱり水深が浅いんで、もうイカを一杯釣ると他のイカにもその吐いた炭っていうのが見つかりやすいんですね。アオリイカの炭ってやっぱりお互いの危険信号なんで、炭をこうわっと吐いたりするとそのポイントがやっぱり少し釣れなくなってしまうんですね。でイカ自体一杯釣るのは早いんですけど、数を釣っていくっていうのはやっぱりある程度群れの規模が大きかったりしないと難しいんです。いれば正解は早いんですけど、その場のポイントを少しあのストレスかけるっていうのも早いのがこのシャローウォーターのエギングの特徴ですね。だからなるべくその1日の中で何箇所も何箇所も見たいんですよ。キャストの数も増やしたいですし、で基本的には風を背中から受けて釣りをするんで、ラインテンションを張ろうと思っても船が近づいてくんで、どん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 糸がたるむんですよ。だからテンションをかけたポールっていうのがしづらいっていうのも特徴なんですけど、潮が向こうにカレントが入ってない限りですね。基本的にはいつも糸がたるんでるんで、そのたるんだラインを見てます。数えながら、エギが沈むカウントをしながら、そのたるんだラインの変化を見てますね。たるんでるはずのラインが急に走ったり震えたり、いつもと違うサインがあったらそれイカが触ったっていうサインなんで、例えば今この湾になっている地形にいるんですけど、アオリイカってこの湾の地形がすごく好きなんですね。それは日本でもオーストラリアでも他の国でも一緒です。岩とか岬が形成する湾で、中心がある程度深くなってたらそういうところにもついてますし、餌になる小魚が入っていればシャローのフラットにもしっかりイカが入ります。そっちの足の OK、 いいサイズ。本当に浅いんですよね。そこが見えてるんです。水深3メートルぐらい。もうフルキャストしてとにかくあの広範囲を探るっていうのが大事です。でイカも追ってくるのが見えるから楽しい。これあのキングフィッシュの餌釣り、おキングフィッシュの餌釣りとかでアオリイカを餌にしてやる方もいるんですけど、そのアオリイカをそのベイトとして使ったりするときに手で掴むよりはエギをひっくり返してそのままライブウェルに入れた方がいいです。エギが外れないからといってこうエギを振ったら炭吐くんですよイカって。でなるべくかかりどころを確認して、かかりどころを確認して、そのかかってる方と反対側にゆっくりで水に近い位置から立ててあげる。でゆっくり落とすとあの空気がボコッと抜けるんですよね、ボディの。
で優しく入れてあげれば墨も吐かないですし、イカの体の中に空気が残らずにイカが長生きするんですね。最近エギングもどん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 こうやるアングラが増えて、いろんな情報が入ってきてるんですよ。昔だったら岩場にしかいない、海藻体がないとダメだっていうふうに言われてたんですけど、割と悪いか砂地でもいるんですね。ただずっと砂地よりは海藻体がある砂地、ところどころ岩があるような砂地の方が有望で、もう完全にロッキーショアロッキーエリアみたいなところじゃなくても全然アオリイカはいます。むしろ大事なのはベイトの存在ですね。小魚があるなしっていうのはものすごく大事で、餌がなければ彼らもそういうところにあまり身を寄せないんで。このシャローウォーターのエギングで一番いいところって、水質がクリアだったり日が高くなればウィードパッチの位置、あと岩の位置っていうのがものすごく正確に分かるんですね。普段だったら水深10メートルとか、そういう深場狙う時ってなかなかその魚体を頼りにしないと周りの地形から想像したりしなくちゃいけないんですよ。でも目でどこを通せばいいかっていうのははっきり分かるのはこのシャローウォーターの特徴ですよね。わーっと藻が繁茂してるウィードパッチのど真ん中、あと藻が切れるそのエッジの部分、両サイド、そこを打っていなかったらもう移動していいんですよ。オーストラリアでいうと、そのオーストラリアのサウザンカラマリというのは大体14度ぐらいまでは釣れる数なんですね。もちろん厳しくはなっていくんですけど、できる限りやっぱり、そうですね、よく釣ってる数って18度とかぐらいあった方がいいような気がするんですけど、やっぱりシーズンによってはそれも難しくて、雨の後とかやっぱり下がったりするじゃないですか。天気予報を見て比較的安定してるエリア選んでますね。例えばこの岬を越えたら外からの潮が当たってるんでそれほど水温に変化がないとか、で川が近くにあって真水が流れ込んだりすると雨の後とかすごい水温下がるんですよ。あと潮がよく当たるエリアは割と外の暖かい潮が当たるんで、比較的水温変化がない場所を選んでます。オーストラリアでよく現地 のローカルのアングラーがやってるこのシンカーをスナップにつけて強制的に沈めるそのリグなんですけど、これ深場とか例えばボートの今回キャスティングのスタイルって追い風になるポジションから投げてくださいとお伝えしてるんですけど、どうしても向かい風でやらなきゃいけない時、ご友人とかグループがたくさん人数がいてどうしても釣り座がそうなってしまうときはこのシンカーのタイプですね。強制的に沈めてボトム付近を探れるんですけど、どうしてもウィードがたくさん生えてるエリアとか根が荒いエリアだとこのリグだとやっぱり引っかかります。でそこはきちんと取れるんですけど、アクションさせたときそのホップアップさせた時にエギがどうしてもこうふらつくんですね。例えばアクションさせた時にシンカーがふらついてエギ自体もふらついて止めた時にようやくエギが安定する。これってイカを抱かせるチャンスを結構逸してるケースが多いんですね。アクションしてやっぱりスムーズに落ちていった方がアオリイカはしっかりバイトしてきます。どうしてもそこが取れない、水深が深い場合はこういったシンカーですね。シンカーのタイプの方がもうエギのその重心がぶれないのでアクションもきっちり美しく動いてフォールも安定していく。なので深場を狙う際はシンカーがおすすめです。でどうしてもこのスナップとシンカーをこうつける場合っていうのはもう風が向かい風できつい時、水深が深い場所、そういった場所で使ってください。今いるポイントが3メートルでもうすぐ
通信3メートル切るんですね。2メートルとか。そうなってくると2メートルの水深で通常のベーシックタイプ、ベーシックタイプ使ってると1メートル沈むのに約3秒から4秒ぐらい。でもし水中に海藻が生えてたり岩があったりすると上げてボトムに着くまでもう2秒3秒ない場合があるんですね。でそういった限られたシャロー帯のシャローウォーターの限られたエリアでしっかり抱かせる間を取るのがこういった青い目玉のシャロータイプ、もしくは 2.5 号ですね。 2.5 号だと約1メートル沈むのに 5.5 秒ぐらいで、シャロータイプだと約6秒。この特にシャローウォーターのキャスティングでは風を背負って投げることが多いんでテンションを張ることが難しいんですね。ラインテンションを張ってスローフォールさせるというのは難しい。だからテンションを抜いてもしっかりとテンションフォールのようなゆっくりした抱かせるフォールが取れるのはこのシャロータイプなんです。水深があったとしてもあまりカレントがない、潮が動いてない状態だったらこういったゆっくり沈むタイプ、シャロータイプを使うと今まで手をつかなかったイカが追ってきたり反応が変わることがあります。シャロータイプのいいところはこうあまりラインのコントロールしなくても、例えばシャクってもう抜いてるだけでエギがラインテンション抜いてるだけでエギがいいこうバランスでゆっくりと落ちてるんですね。で自重が軽い分このエギがすごくクイックに動くんですよね。ダートアクションにこうサイドトゥーサイドのアクションもキビキビとこうクイックに動いて、その後シャロータイプなんでものすごいゆっくり沈むんです。だこのメリハリがシャローエリアではものすごく効くんですね。大きく動いてゆっくり沈む、で水深の限られた中でもしっかりとその抱かせる時間を取ってくれるんです。オッケー来たよ。もう目で見える湾だけではなくて沈み根が固まっているようなところ、で沈み根が例えば両サイドに入ってて水中で湾を形成している、そういうポイントっていうのはあまりこうアングラからも目立たないんで隠れたいいスポットになってますよね。よいしょ、ね、水深がないところでもベイトがいればイカって入るんですね、アオリイカって。でその水深でしっかり抱かせる間を取るためのシャロータイプ、もしくは 2.5 号、3号のシャロータイプの方が飛距離が稼げるんで自重が重い分よく飛んでゆっくり落ちる、それができるのがシャロータイプです。特に水深が浅い場所、抱かせる時間がじっくり取れない場所使っていただきたいですね。